こんにちは、高橋です。今日はですね、チック症のユーポンさんという方を取り上げたいと思います。ユーポンさんは YouTube や TikTok で自身のチック症について発信している方で、 TikTok はなんとフォロワー19万人もいて、まあ、なかなかに大物の方なんですね。まあ、そんなユーポンさん、実は今めっちゃ炎上してます。まあ炎上というか疑惑の目が向けられています。ユーポンさんのチックが実は演技なんじゃないかとか、詐病なんじゃないかとか、まあ、そんな風に多くの人から言われています。そしてユーポンさんのネタ動画、チック症のユーポンミームとか、ユーポンがタイムショックに挑戦するようですとか、まあ、そんなのがたくさん投稿されています。で、こういう動画が投稿されると、やっぱユーポンさんもそうですし、他のチック症の当事者の方も傷つきますよね。そういった背景もあって、僕ユーポンさん本人と電話で実際に話してきたんですね。なのでちょっと報道の義務があると言いますか、今日はジャーナリスト高橋としてこの件について話していきたいと思います。あらかじめ言っておくと、この動画でユーポンさんのことを悪く言うことは一切ないです。あくまで中立の立場で話していきたいと思います。じゃあなんでまずユーポンさんに疑惑の目が向けられているかから話していきたいと思います。理由としては、まあ、いくつかあると思っていて、まず一つがユーポンさんのチックの症状がですね、通常のチック症とはかなり異なるというか、極めてレアケースなんですよね。まあ、ユーポンさんの YouTube とか TikTok の動画を見ればわかるんですけど、彼のチックってものすごくはっきりと単語を発音するんですよ。具体的にどんな言葉を話すかというと、栗まんじゅうルームツアーやカツオやシューマイちょまげなどです。それらの言葉が、言い方悪いかもしれないんですけど、なんかガチャガチャみたいにランダムで出てくるんですね。それが彼の魅力でもあるんですよ。なんかどんな言葉が出てくるかわからない、それが面白いみたいなところもあると思います。まあ、ちょっと話がそれたんで戻ると、その彼の症状を他のチック症の当事者が見た時に、多分変わった症状だなって思うと思うんですよ。まあ、例えば僕の音声チックで言うと、うんうんとか、ああん、はっ、しゃしゃとか、なんか言葉にならない言葉みたいな感じなんですよね。で、多分ほとんどの音声チック症を持っている人がそんな感じだと思います。それに比べてユーポンさんは、まあ、さっきも言ったようにすごいしっかりとした言葉を喋るんですよ。で、それでもって文章と文章の間にしっかりその言葉を話すんですね。例えばこんな感じで、今日僕は外に散歩しに行ったんですけど、栗まんじゅうルームツアー、外を歩いてたらカッツォ、美味しそうなたい焼き屋さんがあって、シュマイちょまげみたいな感じなんですよ。まあ、TikTok のコメント欄でも、俺チック症だけどこんな症状ないぞみたいな、そういうコメント結構多くて、ユーポンさんに疑惑の目が向けられる、まあ、一つの原因かなっていうふうに思ってます。で、二つ目の原因としては、ユーポンさんが自分の症状についてちゃんと説明しない、これだと思います。まあ、ユーポンさんってチック症の他にも自閉症があったりして、まあ、精神障害者2級ということなんですけど、まあ、自分のことを言語化して喋るのが、まあ、もしかしたら得意ではない可能性があるんですね。だけどやっぱりなんで自分はこういう症状が出るのかとか、どんな経験をしてきたのかとか、そういうのをしっかり喋らないと、信じたくても信じられない人が出てくることもあると思うんですよ。まあでもそれができないから今こうなっちゃってるっていう感じだと思うんですけどね。で、最後3つ目の要因、それはユーポンさんが過去上げていた YouTube 動画ではチックの症状が今より全然出ていないってことです。もう本当に今ユーポンさんがアップしている動画でのチック症状が100だとして、 2,3 年前の動画ではマジ 0.1 ぐらいしかチック出てないですね。これはもちろん僕個人が言ってることじゃなくて、TikTok のコメントにも結構な数書かれてることなんですけど、ユーポンさんの過去のチャンネルを検索してみたんですけど、なんか動画全て非公開にされてしまっていたので、
今では見れなくなってしまってるんですけど、まあ、僕は自称チックショーウォッチャーなんで、まあ、ユーポンさんのね昔のチャンネルも 2,3 年前は見ていましたよ。あの時の動画の中のユーポンさんの症状は瞬きと首振りちょろっとみたいな、せいでそんな感じでしたね。今みたいな大きな動きや声は全くありませんでした。現在と過去ではかなりチック症状が異なるものになっています。まあでもこれに関しても純粋にチックが悪化してしまったっていうのは十分あり得るんで、だから演技してるって決めつけるのは良くないかなっていうふうにも思います。まあここまでいろいろ話してきたんですけど、ぶっちゃけ本人と話せば真相ははっきりするだろうということで、今からユーポンさんとの電話の音声を流したいと思います。お疲れ様です。はじめまして。はじめまして。はじめまして、高橋さん。はじめまして。本当にユーポンさんってチックすごいんですね。本当ですよ。本当なんですか？僕学校に行けなくて、本当にこんな感じで、本当に僕誇張もしてないし、めちゃくちゃ僕学生時代から裏切られて、人に僕そういう騙すようなことしたくないんですよ。なるほど。カッツォ。そうなんですよ。カッツォ。だから本当に外出る時も一苦労で。外出る時はどうしてるんですか？その症状を人がいない時カッツォって言うんですよ。ああ。それで、そうなんですよ。それで警察に通報されて、警察が後ろから来てた。で、手帳を見られるみたいな感じで。そうな、本当に大変なんですね。やっぱ学生時代本当にめっちゃひどくて、声が100メートルぐらいまで先まで聞こえてて、ジークで、外出る時もみんなにうるさい、カッツォー、うるさいとか言われちゃって。あ、そうなんですね。カツオと他の症状も出るし、なんか数字見たら40みたいな症状も出るし、買い物行ったらみかんみたいなみかんとか言うし、それだけじゃないんですよ僕って。そうなんですね。それを説明してない僕も悪いから、それも本当に そうなんですよ。そのユーポンさんの話さないには理由があるのかなとか結構思ってる人も多いと思うんですよ。自閉症でもう敬語も使えないし文章も考えられないんですよ。カツオ。高橋さん見ても賢くないんですよ。いやでもすごいじゃないですか。ちゃんと着実にフォロワー増やしていって、いや本当にめっちゃ努力してきました。そうだと思います。はい、どうだったでしょうか。まあ、こんな感じで確かにユーポンさんは電話の中でも症状出ていましたし、まあ、僕は演技ではないと信じていますね。まあ、信じるか信じないかはあなた次第ということなんですけど、まずユーポンさんって最初やっぱり症状ひどくて、なんだこの症状はみたいな、ってなるんですけど、まあ、何回も見てると癖になるというか、まあ、なんか頑張ってるなーって思いますよね。 TikTok のコメント欄ではなんか演技派俳優とか言われてるユーポンさんですけど、まあ、これからも頑張ってほしいと僕個人的には思いますね。まあ、今ねユーポンさんのことをちょっと叩いてたり変な動画作ってる人はちょっとね、ユーポンさんなんか聞くところによると顧問弁護士も雇ってるらしいので、ちょっと危ないかもしれないのでやめといた方がいいかもしれませんね。これからもチック症という超ウルトラニッチ領域で僕は戦っていきたいと思うので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。